1985年に第1作、1986年に第2作が TBS で放送された夏体験物語。過去放送の毎度お騒がせしますと道路線のちょっとエッチなドタバタコメディドラマです。しかし、毎度お騒がせしますよりお色気要素がややマイルドとなりました。その影響か、視聴率は伸びず、6話で打ち切りとなりましたが、翌1986年に出演者を入れ替え第2作が制作されています。この夏体験物語の主な出演者の現在についてパート2としてご紹介します。加納由紀、藤井一子さん。藤井一子さん演じる加納由紀は第2作の主人公。初体験に興味がある女子高生役でした。藤井一子さんは1970年生まれ、福岡県北九州市出身です。1985年、前作、毎度お騒がせしますのオーディションで準優勝し、芸能界入り。1986年、夏体験物語2で初主演しました。同時にシングルを発表し歌手デビュー。アイドルとして活動されていましたが、1990年頃に引退されました。その後一般男性と結婚され、お子さんを2人設けられました。現在藤井一子さんは、家業の明太子屋とイタリアンレストランをご家族で経営されています。黒木泉、志村香織さん。志村香織さん演じる黒木泉は、加納由紀の同級生で、男性に対し積極的な役でした。志村香織さんは1969年生まれ、東京都出身です。中学3年の時、映画パンツの穴のオーディションで優勝。1985年主演デビュー。同時にシングルも発表し、アイドル歌手デビューも果たしました。しかし事務所の積極的なプロモーション活動にもかかわらず、あまり人気が出ず、デビュー後3年足らずで芸能界を引退されました。現在志村香織さんは結婚されているという情報もありますが、詳細は分かっていません。南翔子、芹沢直美さん。芹沢直美さん演じる南翔子は、加納由紀の同級生で一番早く初体験をする役でした。芹沢直美さんは、1965年生まれ、宮城県仙台市出身です。スカウトを機に芸能事務所入り、夏体験物語2がドラマデビューとなります。ドラマ終了2ヶ月後の1986年11月にシングルを発表し、アイドル歌手デビューしました。実名は元おにゃんこクラブの吾妻かよさんです。ドラマなどで人気が出ましたが、1990年代に芸能界を引退されました。現在は歯科医師と結婚され、一般人として過ごされています。中西留美、山口香織さん。山口香織さん演じる中西留美は、加納由紀の同級生。黒木泉、南翔子と行動する仲良し4人組役でした。山口香織さんは、1968年生まれ、東京都出身です。高校1年の時スカウトされ芸能事務所入り、1985年にシングル発表し、アイドル歌手としてデビューしました。夏体験物語2のほか、スケバンデカなどにも出演されますが、所属事務所が倒産。移籍した次の芸能事務所も運悪く倒産してしまいました。山口香織さんの現在については分かっておりません。芸能界を引退されたと思われます。生野博、山本陽一さん。山本陽一さん演じる生野博は、加納由紀の同級生。ヒロイン加納由紀と恋仲になる役でした。山本陽一さんは、1969年生まれ、大阪府出身です。1984年、映画パンツの穴で主人公に抜擢されデビューしました。また、同年シングルも発表し、歌手デビューも果たします。数多くのドラマに出演し、2006年には一般女性と結婚。女児を設けられましたが、2009年に劇症型心筋炎にかかり、俳優業がほとんどできなくなり、2012年離婚されました。現在山本陽一さんは芸能界を引退され、実家の金属加工会社で働いているそうです。木戸直也、土田和則さん。土田和則さん演じる木戸直也は、加納由紀の同級生で、黒田泉に思いを寄せる役でした。土田和則さんは1969年生まれ、北海道出身です。中学卒業後、ジャニー喜多川さんにスカウトされジャニーズ事務所入り、主に俳優として活動を始めます。1987年にジャニーズ事務所を退所した後も俳優を続けられましたが、1990年、芸能界を引退されました。土田和則さんの結婚やご家族についての情報はよくわかっていません。土田和則さんは引退後、一旦芸能事務所を立ち上げるも、現在は解散したようです。野々木進、古川聡さん。古川聡さん演じる野々木進は、加納由紀の同級生で、南翔子に思いを寄せる役でした。古川聡さんは、1967年生まれ、東京都出身です。幼少時から子役として活動しました。1983年にはシングルを発表し、歌手デビューも果たします。その後テレビから舞台へ活動の場を移しました。結婚などの情報については分かっていません。古川聡さんは一時劇団を旗揚げしますが、すでに解散し、フリーの役者として舞台などに出演されているようです。秋山由美子、ミーさん。ミーさん演じる秋山由美子は、加納由紀らが通う高校の英語教師という役でした。ミーさんは1958年生まれ、静岡県出身です。高校の同級生、増田恵子さんとスター誕生に出演したことがきっかけで、1976年、ピンクレディーとしてデビュー。すぐに大ブレイクを果たします。人気絶頂の1980年、解散を発表し、その後はソロや再結成などでも活動しました。1998年にプロデューサー、佃淳三さんと結婚されますが、2004年に離婚。お子さんはいません。現在ミーさんは歌手、タレント、女優として活動されています。八代美也子、佐藤恵美さん。佐藤恵美さん演じる八代美也子は、加納由紀と同級生だが、クラスが異なり、対立しているという役でした。佐藤恵美さんは、1969年生まれ、埼玉県出身です。スカウトを経て芸能界入り。デビュー前からグラビアなどで活動し注目を集め、テレビドラマなどにも出演。しかし、アイドル歌手としてシングル発表したものの、思うようなセールス結果が得られませんでした。結婚などの情報については分かっていません。佐藤恵美さんは一旦女優へ転向したものの、現在は芸能界を引退されています。山内正代、勇直子さん。勇直子さん演じる山内正代は、八代美也子と同じクラス、加納由紀らのクラスと対立していました。勇直子さんは1968年生まれ、神奈川県出身です。1985年、スカウトを経て芸能界入り。1986年にドラマデビューと歌手デビューを果たします。歌唱力が高く、テレビドラマのほか、ミュージカルなどでも活躍されましたが、1990年頃に引退されました。結婚は、純スカイウォーカーズのボーカル、宮田和也さんとされ、お子さんを一人設けられました。勇直子さんは現在芸能界へ復帰し、CM 出演などの活動をされています。立花教諭、田中梢さん。田中梢さん演じる立花教諭は、加納由紀らが通う高校の教諭です。田中梢さんは1967年生まれ、埼玉県出身です。1983年、篠山紀信さん撮影でグラビアデビュー。当時16歳にもかかわらず、抜群のスタイルで以後写真集やグラビアで人気となります。テレビドラマ、映画にも出演しますが、1985年には日活ロマンポルノにも出演し、活動の場を広げました。結婚などの情報はわかりません。現在田中梢さんは芸能界を引退し、アート関係の仕事をされているようです。JB エンジェルス、舘野紀夫さん。舘野紀夫さんは本人役で出演されています。舘野紀夫さんは1965年生まれ、栃木県出身です。1981年、全日本女子プロレス入団。1986年、山崎樹さんと組んで、クラッシュギャルズを破り、3WA 世界王座につくと、人気のあったクラッシュギャルズの対抗馬として知名度が上昇しました。また、同年にシングルを発表し歌手デビューします。舘野紀夫さんの結婚などについては分かっていません。舘野紀夫さんは現在引退し、バーの経営をされています。JB エンジェルス、山崎樹さん。山崎樹さんは本人役で出演されています。山崎樹さんは1966年生まれ、兵庫県出身です。1981年、全日本女子プロレス入団。当初ヒール役だったものの、ルックスとプロポーションから男性人気が上昇。舘野紀夫さんと JB エンジェルスとしてユニットを組みました。1991年に一般男性と結婚し、プロレスを引退されました。現在山崎樹さんは夫婦でニューヨークで日本食レストランを経営されています。小柳夏絵、岡本博美さん。岡本博美さん演じる小柳夏絵は、生野博がバイトをするスポーツ用品店のチーフという役でした。岡本博美さんは1956年生まれ、神奈川県横浜市出身です。学生時代からモデル活動を行っていましたが、1977年、映画俺の空で女優デビュー。以降、主にテレビドラマを中心に活動されました。結婚などのプライベートな情報は分かっていません。岡本博美さんは、現在も女優として活動されているようですが、詳細不明です。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。